おはようございます。おはようございます。今日は9月25日の土曜日です。今日も明日も SDGs 第4弾の時間です。パーソナリティを務めます島田と関野です。よろしくお願いします。関野くんの好きな歌とかありますか？好きな歌、あの童謡のおもろ好きよって題名合ってますかね。なんかあれるそういう歌が好きですけど、はい。ちなみに僕が聞いた話ですと、関野くんはそのは、なんか僕がその歌が好きだという話をしたら知りませんっていうふうに言ってました。はい、知ってる、はい。では最初のコーナーに移っていきたいと思います。で、最初のコーナーは、まあ、恒例のマイボトルダンスのコーナーです。今回はその、宇賀淵さんの、マイボトルダンスです。ではよろしくお願いします。魚ヶ淵吊り橋は上勝良川に架かる吊り橋です。こちらからは美しい自然を一望することができます。春には綺麗な桜が咲き、さらなる絶景を楽しむことができます。おはよう朝だよ、素敵なこと待ってる。今日は何をしようかな、コーヒーもジュースもいいな。マイボトルにときめき、デイデイデイ。マイボトルとときめき、デイデイデイ。マイボトルからときめき、デイデイデイ。準備万端最高。はい、すごい綺麗な景色でしたね。そうでしたね、はい、なんかすごい僕も行ってみたいなと思いました。では次のコーナーですね。次のコーナーは1日1SDGs のコーナーです。今回は萩田さんが紹介してくれます。ではよろしくお願いします。今日紹介する SDGs は13番の気候変動に具体的な対策をです。ゴール13のターゲットは、すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性及び適応の能力を強化する。気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善するです。私はこのゴールを達成するためにスーパーの見切り品コーナーの商品を買うようにしています。食品ロスは処理する際の CO2 によって地球温暖化を悪化させています。だから食品ロスを減らすことはとても効果的なのです。日本は年間約600万トンも食品ロスが出るロス大国です。一人当たり一日にお茶碗一杯分の食品を廃棄しています。少しでもゴールに近づくために食品ロスを減らすことを心がけていきませんか？萩田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、13番は気候変動に具体的な対策をということで。そうですね。はい。まあ、そういうゴールですね。で、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは、旧北 SDGs 白書のコーナーです。今回は僕がインタビューさせていただきました。河口拓さんにインタビューさせていただきました。それではご覧ください。どうぞ。こんにちは。エコール兄弟の島田です。今日は、河口拓にやってきました。それでは行ってみましょう。河口拓の伊藤拓さんにお話を伺っていきたいと思います。まず最初に、このお店の商品はどうですか？簡単に紹介していただけますか？はい、私がオリジナルで作っている、革製品の、製造と販売をするところであり、あとは、昨日もちょっと
収めたんですけれども、ソファー借りたいとか、あと、まあ、オーダーのカバンこんなの作ってほしいとか、まあ、革製品の手入れ含めて、いろいろ相談していただけたらなっていう感じです。制作に始められた仕掛けっていうのは、どういうのですか？そうですね。もともとは、私自身がすぐオートバイが好きで、バイク乗りの方が、割とその、革製品との、マッチングが良いというか、革製品好きな方が多いので、まあ、やっぱりレザーとオートバイっていう、やっぱり、ライダーと、直になんかコミュニケーションを取れるかなっていうところで、それで、まあ、レザーの仕事を、思って始めます。ちょっと田舎暮らしというか、まあ、田舎暮らしイコール、まあ、そのツーリングするスポットで、そういう環境で、製品を作って、まあ、ライダーと交流しながら販売したいなっていうのがあって、で、京北っていうのがどういうところなのかなっていうのを調べながら、8年前に、このお店でなんか革工房、革工でもちょっとどういうところがありますっていうのもありますか？そうですね。この、京北に来て8年、9年目になるんですけど、地域の、まあ、スポニさんだったりとか、あと漁師さんだったりとかから、まあ、角をもらったり、漁師さんから、鹿の革を剥がしたものをいただいたりして、京北の鹿の角と皮を使ったアイテムとかを作ってるっていうのは、まあ、なかなか街中ではできない製品かなと思って、精力的にやってます。そうですね。京北みたいに自然豊かなところじゃないと鹿の皮とか取れないですね。まあ、自分がこういう仕事やってます。だったらこんなの使ってみるかみたいな感じで、もっとこう降ってきた感じだったので、今までやっぱ国産の鹿の皮っていうのは、ほぼほぼこう、我々皮を作る人間には出回っていないものだったので、はい、まずはその皮自体がどういう特性があるのかなっていうところから始まって、けどなかなかやっぱすごくそのクオリティが安定しなくて、まあそんな中でいろいろ試行錯誤しながら作ったりとかっていうのをやってます。皆さんも多分気になってると思うんですけど、作品、うん、鑑賞用というか、なんかそういうものを、うんうん、なんか店の中をちょっと見合わせてみると、置いてあるかと思うんですけど、結構、なんか、革製品って結構実用的なイメージがあるんで、うん、作品としてはいろいろあるんですか？そうですね。まあ、そもそも、まあ、この、例えば、こういうタッチワークの作品なんかもそうなんですけど、うん、その、もの作っていく段階の中で、細かな端材がいっぱい出てくるんですよね。で、それをもう、捨ててしまうのもやっぱり、まあ、命があるものなので、やっぱりもったいないと思って、ずっとずっと溜め込んでたんですけど、アート作品になんかこう作り変えることができたら、またそれはそれで一つのこの、まあ、命ある素材として、はい、大きななんかこう力を持つんじゃないかなと思って、やり始めて、そしたらなんか面白くなっちゃって、まあ職人からアーティストへっていう感じ、だとは思うんですけど、みんななんか面白がってくれて、それはそれで、その製品作る、なんかストアもできるライフワークとしてやっていきたいなと思って。僕もこういうの欲しくなっちゃいます。コレクションもね、いいと思う。まだプレオープンってことだと思うんですけど、うん、これからこの計画で、この店をどういうふうに発展させていくか、とかどういう店にしていきたいとかっていうのがありますか？そうですね。今までは、オーダーメイドで、こう、お客さんからこういうのが作ってほしいって言われたものを、作って提供してたんですけども、もう、ここはとてもまあ、立地もいいし、まあ、そもそも私もこう、ここを選んだのも、その、京北、三山をこう、ツーリングするライダーがすごく多いので、そういうライダーをうまいことこう、キャッチして、で、ファンになっていただいて、まあ、楽しんでもらえたら、
そのためのオリジナルのアウトを今後はもうちょっと充実させていきたいなと思って。カーコーオタクの伊藤拓さんのお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。VTR 中でちょっと伊藤博さん、伊藤拓さんって言っちゃったんですけど、本当は伊藤博さんです。大変申し訳ございませんでした。伊藤博さん、改めましてありがとうございました。はい、いや島田さん、実際に取材されてみてどうでしたか？いや、 やっぱり横の、ナウシカの、カラオタレのナウシカで出てくる、マスクがとても気になっちゃいましたね。はい。続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは SDGs メガネで巡る食と宿のコーナーです。今回は関野くんが、ルーツ底辺に、インタビューをしていただきました。ありが、それでは、どうぞ。エコルト兄弟の関野です。今日は、ルーツという団体が、管理してらっしゃる宿泊施設、底辺という場所にお伺いしております。それでは中に入ってみましょう。こちらがここの底辺という施設を、運営管理してらっしゃるフェイランさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でここの五右衛門風呂は、はい、ですね、ここから薪を、はい、を入れていってですね。はい。はい、そんな感じです。結構すごいいい香りしますね。そうですね、ヒノキのいい香りがしますね。で、お水を張ってそこから、はいはい、薪を入れると、はいはいはい、温まっていって、はい、で、そこはね、熱いんですけど、はい、横は熱くならないんですよ、はい、不思議なこと。なので、はい、そこをこの、杉板を沈めていただいて、はい、で、入ってもらうっていう感じですね、はいはい。割とこういうですね、はい、川端っていうんですか、そういう、はいはい、使ってるパワーが少し家の中に入っているような状態で、はい、スイカ冷やしたりとか、はい、なんか釣ってきた鮎をちょっとここに置いといたりとか、はいはいはい、そういう感じで使ってますね、うん。多分ね、その、多分無駄な空間がいっぱいあるでしょ、はい、そのいわゆるホテルとかだと、はい、ビチってこう、はい、していると思うんですけど、はい、そういうんじゃない空間っていうのが多分なんかすごくいいんでしょうね、はい、うん、すごくその、チームビルディングとかにもすごい役立つような空間で、はい、なんか入った瞬間にちょっとこうただいまみたいな気持ちになるっていうか、はいはいはい、もう来た瞬間に皆さんこう気持ちがほぐれるっていう感じがあって、わかりますね、はい、なんでお仕事の話が意外に、はい、そのすごい信念でつながれるみたいなところがあるんですよね、はい、いや本当にいいものを一緒に作りましょうとかって言ってつながったりとか、うん、だからなんかそのチームビルドもそうなんですけど、はい、すごくその今のこのコミュニケーションが難しい状況の中で、はい、まあ、集中してきて3日間ぐらいでめちゃくちゃ仲良くなって、うん、でまた帰って、はい、まあ、定期的なミーティングはズームとかでやって、はい、でまた集中してこっちでやってっていうような、うん、なんかその信頼の構築みたいなことを、はい、空間で作り上げれるっていうような価値っていうのは、はい、なんかコロナ禍だからできてきているなっていう感じは、うん、地域の知恵っていうのを海外の人に発信するとすごく喜ばれるっていうことと、あとなんかトトロの世界がそのままなんか渓谷にあるってすごい言ってもらえるんですよね。着いた途端にはトトロとかって言ってくれるっていうのがあって、すごくその原風景が世界の人の原風景に田舎風景っていうのがなってるんだねっていうのに気づいたんですよね。で、まあ、それをきっかけにその国際教育ツアーっていうことをやっていきましょうっていうので、はいはい、で、まあ、渓谷っていう場所を使って、はい、伝統とか伝承とか技、はい、かやぶきの職人さんだったりとか、
あの丸太の、ね、セリーチみたいなことだったりとか、はい、まあ、あと納豆餅とか、うん、納豆の作り方とか、そういう発酵文化みたいなこととかを、はい、いろんなあの地域の知恵の達人さんたちを、はい、まあ、講師に招いて、で例えば香港理工大学だったりとか、はい、あのアメリカから来られた大学の方たちだったりとか、はい、まあ、そういう方たちに向けて、まあ、かやぶきを吹き替え体験をしてもらうとか、はい、そういうようなことを提供してます。まあ私たちね、サイトシーイングからライフシーキングへって呼んでて、はい、観光物見遺産ではなくって、はいはい、人生の探求みたいな旅を、うん、里山で提供するっていうことを提案させてもらってて、はい、まあ、そのツアーの作り上げ方みたいなことのノウハウをシェアしています。はい、はい、ではあの終始音声が不明瞭で聞き取りづらかったと思います。大変申し訳ございませんでした。ただいま紹介しました、テヘンという宿を、営まれて、運営されています。ルーツさんは、里山の知恵を海外にというコンセプトで活動されているのですが、まあ、コロナ禍では、国内の企業の方とかも多く受け入れているというか、まあ、いらっしゃっているそうで、なんかその開放的な空間というか、ゆとりある空間が、その創造的な活動になんかぴったりで好評ということなので、ぜひお越しくださいということでした。はい。続いては、自然の身近な渓北の身近な自然のコーナーです。じゃあ、はい。今回僕が担当しました。ではご覧ください。どうぞ。おはようございます。京都大学理学部2回生の下田聡太郎です。渓北の予算省を筆頭に様々な両生類が生息しておりますが、両生類は海流などからなる有尾類と山椒などからなる有尾類とに分類されます。両生類は体の再生能力を持つものが多いですが、特に有尾類は無尾類よりも再生能力に優れ、また陽性形態のままで繁殖能力を獲得する種も存在し、さらには癌になりにくいと言われています。そんな有尾類の中にもずば抜けて高い再生能力と癌耐性を持つ種がいます。皆様ご存知の赤フェムです。自然界に生息する赤フェムに関しては、捕獲したうちの約 2.8% に、皮膚腫瘍が見られるものの全て良性であり、周囲組織に浸潤したものや転移性のものは見られぬ上、腫瘍は飼育を続けると徐々に消失してしまうとの観察報告があります。さらに発がん剤を用いて人為的に発がん線とした研究に関しても、再生能力が高いところでは腫瘍ができても、やがて消えることが知られています。また、人間を含めて多くの動物は成長するにつれて再生能力を退化させますが、犬の生涯何度でも再生する能力を持ちます。なんと何度すら再生し、中年の7割が失われたものも再生したという報告もあります。一見特徴的でない犬ですが、生物界で例外的に高度な能力を持つものです。このイモリの再生能力に関して近年大きな研究成果が発表されました。イモリの再生能力に赤血球が大きな関わりを持つということです。赤血球の概念を覆す成果とも言われています。具体的には再生能力に関するイモリ特有のミューティック1と名付けられた、新たな遺伝子を発見し、ミューティック1が発現する細胞が赤血球であったとのことです。またイモリの足の先端部の観察などからも、イモリの赤血球が再生因子を運搬していると考えられることを示しています。学校では赤血球は核を持たないと教わるかもしれませんが、実は哺乳類以外の動物の赤血球は核を持ちます。恐竜の赤血球から DNA を取り出すという有名映画も発想のもとは、この事実になります。しかし、哺乳類以外が持つ赤血球の機能に関しては、研究があまりなされておらず、酸素の運搬以外の能力は特に知られておりませんでした。まさにご紹介した研究成果は赤血球の概念を刷新したといえます。ちなみに赤フェムリの腹模様は遺伝するものなので地域性があります。今回渓北で見られるとこのイモリの模様は京都に生息するイモリに共通するものです。赤フェムリを見つけたら捕まえて腹模様を見たくなっちゃいますね。ですが赤フェムリの代表にはフグ同様の毒、テトロドトキシンがありますので触った後は必ず手を洗ってくださいね。以下参考文献です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
コーナーの中でそのに、哺乳類とか人間とかは、まあ、哺乳類、人間も哺乳類なんですけど、まあ、赤血球に核がないって言ったんですけど、まあ、作るときに核があって、それが脱核って言って、血液の中に放出されるときに、核が抜けて、で、それによって、なんか、それ、メリットがちょっとだけあって、なんか、核がないってことで、ぐにゃぐにゃに曲がれることができるので、なんか、細い血管とかスムーズに通るができて、まあ、それで結構、骨より脳の発達とかにも関わっているというように言われたりもしています。という感じです。はい。はい、では、次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーは、里山からのグレートリセットのコーナーです。今回は、木の環境の丸谷さんにインタビューをしていきたいと思います。丸谷さん、ご準備よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず最初になんですけど、丸谷さんの簡単自己紹介も含めて、企業についても簡単にご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いします。あ、ちょっとね。はい。これ僕の家の、家族と、僕の家の1ヶ月分のゴミです。で、まあ、これを全部広げたのが、まあ、こんな感じで、まあ、我々はですね、木の環境って下に書いてますけど、まあ、ゴミとかエネルギーとかの調査を普段やってるような、まあ、NPO です。はい、ありがとうございます。では、その木の環境さんがこれから、京北とは関わりながら、どういうことをこれから先にしていきたいか、みたいなことが、ことを、ご紹介いただけると思います。よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっと京北の話まで時間が短いのでできるかあれなんですけど、まあ、2050年、ちょっと考えなきゃいけないなと思ってまして、2050年カーボンゼロの社会って、島田さん何が困ります？何が変わりますか？困ることです。はい。カーボンゼロで困ること、そう、エネルギーっていうことですかね。そうですね。多分ね、いっぱいいろんなことが困ると思うんですけど、まあ変わっていく、変わんなきゃいけないと思うんですけど、まあ簡単に、車、電気、ガスで、っていうのがまあ多分、こう、思いつくと思うんです。で、まあ、それだけじゃなくて、多分ね、プラスチックとか、肥料とかっていうのも、まあ、全部変わっていく。変わらないと、いけないっていうふうに思って。で、ちなみに、こう、車とかは、多分、ごめんなさい。なんか聞かなくなった。待ってなよ。そっか、一回。怖いですね。ちょっと見にくいですけど、ね。車とかっていうのは多分電気自動車とかになってくると。で、自然エネルギー、電気も多分自然エネルギーで多分まあ簡単に賄える。で、多分ね、電気とかっていうのは結構簡単に、技術的には簡単なんですよね。で、それはなぜかっていうと、石油で発電する。化石燃料で発電するより圧倒的に自然エネルギーで発電する方が多分安いことになるので経済的には簡単に。で残りは利権の問題と景観の問題なんだっていうふうに思ってます。で、例えばガスなんかも LP ガスっていうのは完全になくなると思ってるんですけど、都市ガスなんかは多分一部残る。で、これらはエネルギー転換が電気にできるものはこう電気にできるんですけど、難しいところは多分電気に転換できない、高温のところですね。80度以上のエネルギーを生み出すということはちょっと電気では難しいので、まあそういうところに一部こうガスが残っているのかな。で、プラスチックっていうのも、これ実はエネルギー、2050年ってエネルギー問題が難しいって言われてますけど、実はプラスチックの方がとっても難しくて、で、これはこう、エネルギーは多分自然エネルギーで解決する、技術的には解決できるんですけど、プラスチックっていうのは、
原油を取ってきてエネルギーを使ったと。例えば LP ガスを作りました、灯油、軽油、ガソリン、アスファルトを作りましたっていう残りのナフサで、ナフサが余ったのでこうプラスチックを作ってる、安くプラスチックが作れちゃってるってことがあるんですね。でここがなくなりますよ。エネルギーは簡単に自然エネルギーでできるけれども、ここってですね、なかなかこう難しいですね。だから、ここのところを含めて、2050年を考えてたんじゃない？で、もっと言うと、肥料っていうのも、実は化石燃料から作っていて、こう天然ガスから、H を取り出して、まあ、H 水素を取り出して、で、こう気になる窒素とアンモニアを作ってるんですけど、これもですね、天然ガスに依存できないってなると、これも考えなきゃいけないですね。で、2050年エネルギー問題だけで語られてますけれども、やっぱりこう、プラスチックの問題とか資源、肥料の問題とか、資源循環っていうのを同時に考えなきゃいけないっていうふうなことをしなきゃいけない。で、県北なんかでは、なんかちっちゃなあのエリアで、なんかそういうことが、早期にいち早くイメージできるような環境が作れると、まあ、すごい面白いかなというふうに思ってます。で、最後に一つだけ、バイオガスという技術があるんですけど、これこう生ゴミから発酵させてこうガスを取る。そうするとこのガスは電気とかエネルギーになるし、肥料分はこう液肥としてですね、肥料が出てくるので液肥として農地に負けると。で、まあ、こういう技術が、実はこれだけでは全然少ないんですけど、技術的には多分こう、肥料とエネルギーとゴミの循環みたいなことを、まあ、総合的にかける。まあ、これが全てじゃないんですけど、まあ、そんなことがですね、こう、手を振って見えたらいいかな、というふうに思う。わかります？早すぎました。ありがとうございます。なんかすごい、テレビとかでは脱炭素とはよく言われるんですけど、なんか具体的な、どういう問題があって、それに対してどういう技術が検討されているかとか、あまり具体的な話って聞かれないので、とても勉強になりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。本日は、気の環境の丸谷さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。関野君、よろしくお願いします。はい。はい、それでは、今日の SDGs クイズのコーナーです。今日はゴール13番、気候変動に具体的な対策を、です。はい。食品ロスを焼却する際に排出される二酸化炭素量は、世界全体で排出される二酸化炭素量のうち、どれくらいを占めているでしょう。選択肢1、10分の1、選択肢2、4分の1、選択肢3、3分の1です。それでは投票お願いします。さあ、ということで、まあ、ゴールの13番が気候変動に関することですけど、それをなんか食品ロスから捉え直すっていうのが、すごい高校生らしいというか、なんかその斬新な視点でいいなと思いますね。そうですね。まあ、食品、まあ、なんか結構食品ロスは食品ロスの、なんかそういう関連したゴールっていうのが大体、まあ、あって、まあ、そっちで結構考えがちなんですけど、まあ、割と他とかでも関連あるっていう、そういう視点っていうのはかなり大事だと思います。実際いろいろ結びついて、複合的な問題になってますもんね。はい。では、それでは、投票終了とさせていただきます。では、結果、答えを見ていきましょう。はい。答えは、1番、10分の1です。世界全体で食品ロス由来の二酸化炭素排出量は約33億トンと推計されています。一方で、世界の二酸化炭素排出量は、総計324億トンあるということで、はい。いかがでしょうか。はい。ということで、今日もすべてのコーナーが無事終わりました。皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。里は、木陰も森の色も、田中の小道をたどる人も、買わずの泣くねも金の音も、さながらかすめるおぼろ月よ。はい、さよなら。さよなら。